ます。四つ折りも同じように冷たいのにバターを麺棒を当てて冷たいまま伸びが良くなるようにします。あ、ギリギリ。こうやった時にパキッて折れないぐらいに、よいしょ。これくらいになったら、こっちは四つ折りいくので、端っこを薄く伸ばします。でこっち側を厚くしていきます。向きが違うので色は違います。ちなみにこっちのバター伸ばしやすくて、こっちの白っぽい方のバターは伸ばしにくいです。でバターが多少出てても構いません。でここをピチッとしてください。こんな感じで包めたら OK です。で、まあ、ここでとりあえず包んだら、あのこの台が冷えていたらそんなに焦る必要はないんですが、手をベタベタやらない。で端っこ止めたらちょっと丁寧になじませてあげてください。表裏、その時に高さを合わせるようにゆっくり、どっちかですね、超ゆっくり丁寧になじませていくか、私はせっかちなのでさささっと折った方がうまくいくんですが、焦らなくて丁寧にやるのも意外に綺麗にできたりするので、よし。でここまできたら伸ばします。この何が重要かというと、このグラムとこのサイズが、重要です。だからレッスンで教えるのも、この何グラムの時に何センチ幅でどれくらい出すっていうのを、ポイントとして教えています。結構それが技術だったりもするので、ここは重要です。でさっきやってこう折り込んだ方が必ず中に入るようにしてください。だから薄くしてます。あんま四つ折り私は好きじゃないんですけど、こっちは四つ折り2回いきます。四つ折りのポイントはあまり触らずにずらさないことです。で折り返す時のポイントは、ちゃんと薄さと長さと大きさのバランスを整えることが綺麗な層を出すポイントになります。あと速さ、そうするとここの段階でももうバターがちゃんと端っこまで来て折れている状態になってきているので、とりあえずこれでもう伸びないのでグリグリやらずに、でイースト数がいっぱい入っている場合は一回冷凍庫でカツンと冷やします。冷やしてから冷蔵庫でじっくり休ませます。冷たいのとグルテンが休んでいるのは
違うので、ですが冷たくないと伸びない。あとあったかいとここでイーストを発酵して膨らんできちゃったらもうアウト、そうは絶対できなくてパンになっちゃうので、ちゃんと冷やしていきます。幅の方が出にくいので最初幅を出すんですが、多分もう動かなくなってくるので、ここでまたきっちりと冷やしていきます。移り寄ってきます。四つ折りの方が厚いのでバター割れやすいので、最初しっかり丁寧にやります。でこっちの幅が出にくいので、まあ、幅は20センチ近くぐらい出したいので、ちょっとここは、あと4つの方が層がこう崩れやすいので、ちょっとそこら辺でやっていきます。幅を出すときにこうやって出すと真ん中出ないので、ちゃんと真ん中も出るようにします。四つ折り2回は終わってます。結構いい感じの、そう、きれいにできてます。高さを同じにして、
はい、こっちが2ダブル、4つ折り2回で、こっちが3つ折り3回、すみません、ちょっとね、手濡れた手で触っちゃったらべちゃっとなっちゃったんですけど、まあ、ちょっと端っこの方、もったいないから端っこの方を切ったので、真ん中の方を切るともうちょっと綺麗かと思われるんですが、まあ違いわかるかって言われると、はっきり言って三つ折りにするとき最初にラピット方式で折り始めたので、三つ折りの方があまり綺麗に折れなかったので、そんな層の細かい違いっていうのが出ずに、どっちかっていうと今日の場合四つ折り2回でやった方がひょっとしたら綺麗にあのクロワッサンになるかなっていう折りをしてしまったんですが、まあ三つ折り3回の方があの層があの多いので細かくは出るんですが、まあ、それだけじゃない、あの実は三つ折り3回だろうが四つ折り2回だろうが、あの結局家庭製パンの場合ってそこが肝じゃないような気もしていて、うまいとはもちろん変わりますが、まああんまりそこまで超上手じゃないという人がおる場合はまた違うことがあるっていうところとかもクロワッサンコースの方では教えていきたいと思っています。成形していきます。ちょっと冷蔵庫の中で乾燥しちゃいました。よいしょ、感じで引っ張っていきます。例えば端っこの薄くならなかったクロワッサンですね、ここがすごく厚いですよね。でこれは最後にきちんと薄く伸ばしたクロワッサンです。なのであの同じ折り数でもこっちだとザクザクになるし、こっちはハラハラっとした食感になります。なんかちょっと最後どれくらいの厚さに伸ばしますかもすごく重要です。はい、分かりにくいかと思うんですが、うまく折りた時はあのこの油が出てこないことが多いです。あ、ま、もちろん配合によっても違いますが、あの今日のこの配合の場合は油が出てこない方がいい感じに仕上がってます。はい、これ面白いんですが、あることをしないとこういう風に綺麗に焼き上がってもこう八つ橋さんというかこういう形になります。で上の方が3つ折り3回、下の方が4つ折り2回、だから層が厚ければ厚いほどこのあることをしないことによるリスクは高くなるなというふうに思っています。これ毎回あのもったいないので端っこのちびクロワッサンでよくこれを検証してるんですけれど、やっぱり確率的にあの本当に薄くて軽くて結構しっかりと焼き込むクロワッサンを作る方はあのそんなにいらないんじゃないって言うんですが、あの私が作るクロワッサンはまあ、イーストを結構しっかり使ってるんですけど、これしないとこうなります。はい、今日はバター出ることなくいい感じに焼けたので出していきたいと思います。はい、今回実験で三つ折り3回と四つ折り2回をやったんですが、内装的には結構薄く伸ばしたのでそんなに食べて
劇的違うっていう風なのは同じ粉を使って同じ配合なので違いませんでした。でも食べた外側の感じですね、端っこに行けば行くほどザクザク感が違ってきます。一番最後の写真の2つになるとだいぶわかると思うんですが、この端っこの割れ感ですね、この上のピピってところがザクザクっとした食感になるかで違ってきます。それよりも粉とかあと折り返す時とかその違いを出したい場合のコツなどはレッスンの時に教えていこうと思うんですが、実際自分が上手になってできるようになった時に聞いたアドバイスと、わけわからずにやみくもに折っている時に聞くアドバイスだと多分抜けてしまうので、何回も何回も繰り返しながらお伝えしていくことが必要なのかなというふうに思います。なのでこうアルツのレッスンに来る前にちょっとこの動画とかいっぱい上げてますので予習の方をしていただけると入ることも疑問も解決するし多いんじゃないかなというふうに思います。ぜひクロワッサンの動画あんまり古いのは見ないでください。新しい方が今やってることに近い内容になってきますので、そんなことをいろいろ考えながらYouTube の動画の方ですね活用してみてください。